はい、ダイナに来てます。ダイナランドの、ナイターですね。ナイターですね。あ、ホワイトピアとワシガタケが見えてますね。あ、見えないか、画面では見えないか。はい、こんにちは。僕は、土日月と、ダイナランドでね、タクスのパークのゲレンデ状況、積雪状況をアップしております。はい、じゃあ滑りながら行きましょうか。今日はスキーですね。はい、なんだっけ、スマホでノーカットで行きますんで、間延びするかもしれないですけど、ご了承ください。今サッと行きますかね。この斜面はこれね、まあ雪パラついてるけど、この硬さね、ちょうどいい。これはさ、上級者も中級者も初心者も最高の雪だよ。これこなかんて、みんなこれね。向こう行くと乙女コースですね。でこっちダウンヒルコース、ちょっととりあえずねダウンヒルコース行ってみようかなと思います。あのね、キッカーとかね、レールとかボックスがあるんですよ。ちょっとそこね、今日やってるかどうか見に行きましょう。さあ、ここガリガリかな。いつもここガリだけど、あ、パークやってるな。キッカーが2つぐらい、キッカーが3メーターキッカーと4メーターキッカーかな。あれちょっと、飛んでみようかな飛んでみようかな。さあ、ノーカットでいきますね。ノーカットでね、カットしません、この動画は。何か起こるでしょうか。はい、行きましょう。怖いわ。ああ、滑りやすいね。あ、これね、これありだよ。ああ、GoPro の持ってる人がいますね。あ、これ滑りやすいわ。これ整備、圧雪したんだね、多分。まあ、昨日かどれぐらいか前かわからんけど。あの、ひどいボコボコがないんですよ。ひどいボコボコはない。だからね、直滑降できますよ、これ。うん、直滑降しても、大丈夫ですよ。うん。さあ、パーク行きましょう。ここですね、この、フェアリフトの頂上から、こっちですね。あー、あるね。これ。あ、ボックスだな、あれ。あ、ボックスがあって、ボックスの着地点が、高いんだね、これ。あー、なるほどね。あ、このキッカー行ってみようか。これ多分ね、これ4メーターか3メーターキッカーだな。スタート地点どこだ。まあ、いいや。あー、怖いな。うわっ。キッカーでジャンプしたら、すぐレールだから、すぐ止まらなあかんわ、これ。これは単なる山だね。これレールだね。いや、これ来なあかんて、みんな。ああ、これは楽しいわ。これはありだよ。ナイターでここまで、あるのは、もう向こうにね、コブとかね、バンクがあるしね。うん、コブのバンクあるし。これ下地点どこだ？この辺かな？スタート地点が書いてないな。ほら、レールがそこだから、この辺からでいいんかな。さあ、さっきよりでかい、キッカー行ってみたいと思います。あー、こけたら笑ってくださいね。スマホが壊れる。こけたらスマホが壊れる。あー、なるほどね。こう削ったでしょ。削る前ね。これが削った後。だから、ほら、削り取るでしょ。削る前、外スキーで削った、
外スキーと内スキーで削った、うん。あの、カッチカチじゃないよね。硬い目っていうだけ。だから、エッジは食い込むよ。あ、バンクやってますね。さあ、これはバンクとコブも後で撮影しますんで、楽しみに待っててください。今ね、この時間、この動画アップしたの、これいつの映像だって思われるかもしれないですけど、キッカーいつまで、何時までやってんだって思うかもしれないですけど、アップした時間、書いてあるでしょ？あの、タイトルの下に、何分前とか何時間前とか書いてあるじゃないですか。その時間よりも、5分ぐらい前の映像だと思ってください。はい。まあ、8時過ぎですよ。ぶっちゃけ。あれる、あれだね。あそこで、もうこれ、おい、着地がこんな感じですね。なるほどね。これは楽しいわ。さあ、リフト、並んでるかな？ちょっと見ていきましょうね。リフトどれくらい並んでるか。これは美味しいよ。明日もいいんじゃない？多分ね、明日もね、同じような雪質だよ。木があります。ここね、チュリーランの練習でいいよ。あの、ボコボコだから。あ、音楽流れてるな。あ、ちょっと覚えて喋りたいと思います。音楽が著作権なんだかんやんだ。硬いね。カービングディーね、これ。ほとんど並んでないな、音楽うるせえ。じゃあまたアップします。じゃあね、音楽うるさい、切るわ。じゃあね、ほとんど並んでないな、10人ぐらいだね。じゃあね。